風を感じる。あれ？ここはどこだっけ？おかしいな。確かさっきまでは。そうだった。白狼さんが怪我をして、七角さんごと侵食されちゃったから、私は癒しの力を使おうとして、それで意識を失っちゃって、起きたら、ここ。これは夢。でもこんな夢、見たことない。早くここから出ないと。白狼さんが私を待ってるんだから。とりあえず、風が吹く方へ行こう。蛍草。修行は始まったばかりです。気を抜いてはいけません。何をぼーっとしているのですか？こちらに来てください。聞き覚えのある言葉、まるで、あの日に戻ったみたい。今日あなたに教えるのは、弓道の、処方、ですよね。その通りです。夢の中だってわかっているけど、出会ったばかりの頃、懐かしいな。弓道は、解、離れ、斬新など、写法八節だけを体得すればいいわけではありません。一番重要なのは、三道を体得することです。まず第一道は、一歩一行。弓、足踏み、呼吸。いずれも、おろそかにしてはいけません。もっとこちらに来て、私をよく見て。やってみてください。体は小さいですが、軸がしっかりしていますね。私が想像していた以上に才能があると思います。わあ、この時初めて白狼さんとこんな至近距離になったんだ。緊張するな。あ、白狼さんが消えた。そうか、この夢は弓道を習った時のことを再現しているのね。第二道、一球一石。弦を引いて弓を開くのは簡単そうに見えますが、何千回も練習しなければ会得できません。蛍草、やってみてください。なんて力。ちょっと強すぎたかもしれませんね。そんなつもりはなかったんですが。弓道の修行もこれで、残るは最後の一度。あの時の白狼さんは、最後の一度を習得したら、私にご褒美をくれるって。とっても大事なものだって言ってた。白狼さん、どこ？あ、いた！
郎さん、どうしたんですか。さよ。白郎さん、服がボロボロ。何があったんですか。さよ。それに怪我まで。泣いてます。白郎さん、待って、どこに行くのですか。聞かないでください。まだ聞きたいことがあります。さっきからどうしてずっとさよならを言うんですか。ホタルグサ、ホタルグサ、獅子おさん。ホタルグサ、やっと目が覚めたか。七角山に戻ってもう何日も経った。何度も呼んだけどずっと眠ったままだったんだよ。白郎さんは私が倒れる前にそばにいたはず。白郎さんは目を覚ましましたか。ホタルグサ、その白郎は、眠っている間いろんなことが起きたんだ。とりあえずついてきて。君のせいじゃないよ。僕たちは生命様の依頼でこの地を守る雨の幅切りの結界を強化しているんだ。それでさっき私に何かを言おうとしてませんでしたか。ホタルグサ、実は僕たちが戻ってきた時、白狼はすでに行方不明になっていたんだ。君が目を覚ましてから白狼の居場所を聞こうと思ってたんだけど、どうやら君が気絶している間にどこかへ行ってしまったようだ。でも白狼さんは怪我をしてました。それはまずいな。でも幸いなことに、ここ数日の間に僕たちは白狼の手がかりを見つけた。白狼の矢がいろんなところに散らばっていたんだ。ホタルグサも見に行ってくれないか。白狼さんは弓矢。そうだ、思い出した。一歩一行だ。ここは白狼さんと修行した時初めて会う約束をした場所。白狼さん、白狼さんと約束した場所はもう一つある。
の下は風が吹かず、崖の上には鳥の群れがよく飛んでいる。弓道の練習には最適だ。と、そう白狼さんが言ってた。一級一石。私たち、よくここで練習してた。私が練習している間に、白狼さんはいつも崖の壁際で瞑想してた。瞑想と言うけれど、絶対眠りしてるよね。とは言っても、私の照準が少しでもずれると、白狼さんはすぐに目を開けちゃうの。だから、あんなにも弓矢を大切にしていて、真面目な白狼さんが、こんなたくさんの矢をここに捨てるはずがないよ。矢は見つかったのに、弓はどこに行ったんだろう。キラキラしてる、白狼さんの大好きなあの弓。このアッキが持ってるのって、白狼さんの弓を盗んだの、あなたたち？様子がおかしい。様、俺たちっすよ。長い付き合いじゃないですか。おやめください、ホタルグサ様。あ、なんだ、あなたたちなの。どうして白狼さんの弓を取ったんですか？盗んだんじゃないっすよ。ホタルグサ様の代わりに保管してるだけっす。この間ここで白狼様に出会ったんすけど、白狼様は気が狂ったみたいに弓も矢も全部捨ててどっかに走っていったんすよ。この弓もその時でも、七角山の妖怪たちはみんな知ってるんす。これは白狼様の大事な弓で、蛍草様への贈り物だったってことを。だから急いで拾ったんす。でもその後虚無にやられて、俺たちまで正気じゃなくなったんすよ。だけど蛍草様のことは自分らのことのように思ってるんで、ずっと弓を持って走り回ってた。でも狂ってしまっていたから、人を傷つけてしまったかも。だはぁ、蛍草様が直してくれてんだ。いいから早く礼は言わんか。え、私、あなたたちを助けることができたんですか？危機一髪で。ようやく犯されたあやかしに癒しの力が使えたってこと？じゃあ同じように犯された白狼さんも治せるってことですよね。ねえ、白狼さんはどこへ行ったのか知りませんか？南！早く行かないと、白狼さんがどんどん虚無に侵食されちゃう。みんなに知らせている暇はありません。代わりに、あなたたちにお願いしてもいいですか？もちろんっす。おたるぐさ様のことは、俺たちのこと同然っすから。ありがとう。それじゃあ、私は先に。今、なんか、頭がクラクラして、まだ
完全に回復していないのかな。それとも怖かったから。うん、じゃあ私先に行ってきます。オタルグサ様、変わったと思わないか？どこが？一人で遠くまで行っちゃうし、いつもだと、うわうわ怖いとか、一人は怖すぎとか、嫌だ嫌だとか叫んでたじゃん。おい、ホタルグサ様の真似はすんな。違うって、俺は喜ばしく思ってるだけだ。天才がもうすぐ来ちゃうだろう。ホタルグサ様もなんか一瞬で大人になったようだなって。もしかしたらホタルグサ様にとって白狼様はそれほどまでにかけがえのない存在なんだろうな。俺たちも一度でいいから大切な仲間のために勇敢になれたらって。おい、頭を叩くな。ドハー、感動的な言葉もてめえのその顔で言われるとなんか違うんだよ。さっさと一目蓮様や獅子王に知らせるぞ。蛍草様の言いつけをおろそかにしてはならん。